演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、スターバックス商品のいろいろと、まあ、他にもいろいろ注文してるんですけど、興味が分かると思います。こちらからいただきますね。こちらの石垣ローネマリボーチーズ、ハム&マリボーチーズからいただきます。これ前の時なかったんですよね。いただきます。まずは食感から楽しみますと思ったらチョコレートが意外と溶ける。最初に食べた石垣ローネは相変わらず硬いパンと中に入っているハムの相性、チーズの相性がバッチリ、とても良い食感を楽しめますね。チョコチャンクッキーは外を温めてくれましたので、中はサクッしっとりしてるんですけど、外はサクッとしていて程よくチョコレートが溶けていました。そしてスコーンも同じくチョコレートが程よく溶けていて、ホロホロと崩れていく食感のとってもマッチしていました。そして最後に食べたミルクビスケットは、ミルクの中にバターがうまく溶けたシンプルな味なんですけど、ちょっとサクッとしていておっしゃってました。やっぱりこの削りビスケットなのかなってちょっと思ってしまう部分があるのがありますね。では続いてこちらのシナモンロールいただきますね。これわー香りがすごい。いただきます。このシナモンロールすごい。シナモンの香りも合わさる。シナモンロールは噛んだ瞬間に 甘い砂糖の香りと香ばしいシナモンの香りが口の中にふわっと広がって美味しかったですし、食感も程よかったですね。2つ目のアメリカンワッフルはちょっとサクッとしてるんですけど、やっぱりしっとり系なのかな。やっぱり焼きたてないとサクサクは難しいのかもしれませんね。まあ美味しくいただきましたし、上に何か乗せても美味しそうですね。シュガードーナツ、個人的にこれが一番ちょっと、ね、気になってたんですよね。ドーナツでも甘いドーナツとまた違った、生地そのものは甘くないんですけど、上の方のシュガーの部屋をうまく甘くしていて美味しかったです。やっぱりコーヒーに合わせてると甘ったるすぎない方がいいのかな。では続きまして、こちらクッキー&クリームシフォ、いただきます。アイスとは違うクッキー&クリームやヨーグルトの美味しさ。クッキー&クリームシフォはふんわりとした食感のシフォンケーキにザクザクとしたクッキークリームが、それがさっぱりしていてとても美味しかったです。その次のキウイとヨーグルトのタイプは、レアチーズとはまた違ったヨーグルトの酸味が効いたクリームが、キウイの一味違う酸味と噂で合わさっていて、とっても美味しかったです。ニューヨークチーズケーキも濃厚なチーズで、甘さ控えめでコーヒーとよく合いそうな味でしたね。そして最後に食べたブルーベリーのケーキも、パウンドケーキなんですけど、上の方にクランクというのが乗っていて、それがザクザクとした食感で、あ、ブルーベリーの甘さがよく乗っていました。次はレモンケーキ。いただきます。これが最後か、ちょっと残念な気もするな。でも美味しかったよ。レモンケーキは噛む瞬間にレモンのさっぱりとした酸味が口の中にふわっと出て、そこからシュガーコーティングもジャキジャキした程よい食感でとっても美味しかった。そしてチョコレートレイヤーケーキ、チョコレートがほろ苦くて非常に味わい深い大人の味わいのケーキだと思いました。クリームもうまく中和してましたしね。そしてキャラメル&ナッツチーズタルトは、あ、先ほどのキウイとヨーグルトのタルトとはまた違ったキャラメルの濃厚な苦み甘みがフランチとともに口の中にうわっと広がっていって、そこにうまくチーズが入り込んできてとっても美味しかったです。ザクザクとした食感やっぱりいいですね。そして最後にこちらのクリーム、これ入れ物はスターバックスのこういう容器の形になってるんですね。あっさりとした風味のプリンの中にほろ苦いキャラメルがたっぷり入っていて、たっぷりってほどでもなかった、程よく入っていてとっても美味しい。このプリン前から評判だったんですけど、そんなに美味しいのかなと、そこまでかなとも思いましたが、やっぱり美味しくはありましたね。というわけで今回でスターバックスのレギュラー商品を全部食べたのですが、一番のお気に入りはやっぱりシナモンロールですね。あのシナモンとシュガーのバランスの良さはそう簡単には超えられそうにありません。そして2番目がキウイとヨーグルトのチーズタルト、いやチーズじゃないな、キウイとヨーグルトのタルトです。3番目がシュガードーナツ、
これが自分がスターバックスのレギュラーの中で一番美味しいともベスト3です。でスコアは1、シュガードーナツはこちら、タルトもこちらで、シナモンロールをこちらとさせていただきます。というで本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武演技パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。